日の出と日の入りの時、アポロの乗組員の多くは光線を目撃した。このアポロ17号のスケッチは、黄昏時の謎の光線を描いている。月の大気は、ほとんどの実用用途に対しては、真空と考えられる。ガツ近傍で地表より上に存在する原子や分子は、ガツの大気と呼ばれるが、地球や太陽系のほとんどの惑星の周りのガスの外装と、比べると、 無視できる程度であり、海面上の地球の大気の密度の100兆分の一以下に過ぎない。おおよそ3気圧程度を中心に上下し、総重量は25トン程度である。月の大気の発生源の一つは、ガス放出であり、地殻やマントル中の放射性崩壊によって、ラドンやヘリウム等のガスが放出される。もう一つの発生源は、流星人や太陽風等の月面への衝突であり、 スパッタリングとして知られる。スパッタリングによって放出されるガスは大気になるほか、次のような経過をたどる。地球上からの分光学的観測で、ナトリウムとカリウムの元素が検出されており、ルナプロスペクターのアルファ線分光計により、ラドン222やポロニウム210の同位体の存在が推測されている。アルゴン40、ヘリウム4、酸素、メタン、 窒素分子1酸化炭素二酸化炭素もアポロ計画の宇宙飛行士が設置した検出器から検出されている。日中の月の大気中に存在する平均の原子の個数は1立方センチメートルあたり次の通りである。1立方センチメートルあたりの原子数は約8万個になり水星の大気よりも濃い。また1立方センチメートルあたり 陽子数個である太陽風よりもかなり高密度であるが、地球の大気と比べるとほとんど真空である。実際に、月はしばしば大気を持たないと考えられ、放射はほとんど吸収せず、大気の層や循環はない。また、月は、静電浮上したゴミの薄い、大気を持つと考えられている。ありがとうございます。